って何です？愛しの旦那様という意味です。え、嘘教えな。主人とか棟梁って意味だろ。主人？棟梁さん？どういうことです？あれ、なんで責められてるの僕。棟梁様にパンツを見られ、身も心も捧げることになりました。故に私のご主人様、マスターです。